子供、若者、クニペディア。やっほー、地味台の3つの商店街を守るご当地ヒーロー、ヤホレンジャーです。突然ですが、子供向け、若者向けスポットをまとめた冊子を紹介するよ。その名は、ドゥルルルルダン、子供、若者、クニペディア。よっ、クニペディア、やっほー。この冊子にはみんなでご飯を食べたり遊んだり勉強したり相談できる場所が地図付きで載っている。基本的にお金はかからないぞ。気軽に行けるところが43もあるんだね。大学生に勉強を教えてもらったりおしゃべりをしたりのんびり過ごすこともできるよ。いいぞ。遊んで学んでご飯を食べる。時には将来のことも考えてみる。そんな過ごし方をしてみないか。やっほー。掲載している場所の大人たちからみんなにメッセージをもらっているよ。これから紹介するね。どうぞ。こんにちは。道草という活動を行っています、勝間です。河野です。国立駅近くにあるここ国立本店で10代が主体となって活動をしています。家でもない、学校でもない、第三の居場所を作ろうと試行錯誤中です。出来たて熱々の活動です。宣伝などもうまくできていないのですが、気になった方はぜひ国立本店まで来てみてください。お待ちしています。こんにちは。中高生のための学習支援ラボクニスタで勉強を教えている石井です。大久保です。加納です。教えてほしい教科やわからない宿題をサポートするよ。一緒に将来について悩んだり、学校や家のことでおしゃべりしたり、楽しく学びましょう。学校でも塾でもない雰囲気です。せーの、待ってるよ。こんにちは。国立男女平等参画ステーション、パラソルです。家族のこと、学校のこと、性別のこと、暮らしの中で抱えるさまざまな相談を受けています。講座やイベント、 SNS でも情報発信を行っています。ぜひチェックしてみてください。気軽にいらしてくださいね。皆さん、こんにちは。私たちは子ども食堂おいしい時間を開いています。おいしい時間ではたくさんのボランティアが力を合わせています。誰かと一緒にご飯を食べると楽しいし、食事がもっとおいしくなりませんか。国立には他にもたくさんの子ども食堂があります。近くの食堂を訪ねてくださいね。待ってます。魅力的な場所だったね。こんな場所がたくさんあるよ。気になるな。詳しくは冊子を見てみてね。冊子はダウンロードもできるし、図書館、公民館などの公共機関でももらえるよ。詳細は YouTube のリンクを見てみてね。学校、塾、友達の家とも違う放課後や休みの日を過ごしてみないか。クニペディアを持って出かけてみよう。では、バイバイ。やっほー。